でも中継はすでに3人の方が終了してますよ。もうすでに？あ、あれかな？マコトさんかな？11月23日金曜日第16回目の脱原発盛岡金曜デモ中継をスタートいたします。今日は勤労感謝の日で祝日なんですが、いつも通りデモはあります。ただちょっとお休みなのでやっぱり若干人の集まりが悪いかなと。ですが今集まっている中で実はですね、今日初めて参加しますっていう方の割合がちょっと多くて、逆にお休みだから参加できるっていう方もやっぱりいらっしゃるということですね。はい、空気は相当今冷えています。雪こそ降っていないですけども、雪が降るのも時間の問題ですね。今日はちょっと実行委員も都合の悪い方が何人かいて、実行委員自体も半分ぐらいの参加なんですけども、まもなくいつもの注意事項などの説明がありまして、18時半からデモのスタートです。コースは今までと今のところ変更はありませんが、まもなく雪も降りますので、そうするとちょっとコースを変更することになりそうです。今実行委員会でいろいろ相談をして、あと警察の方ともいろいろ、警察の方でも事故などの心配をしていろいろアドバイスなどもくださっているので、決まりましたらまた、皆さんにお知らせをしたいと思います。自分では信じられない。お疲れ様です。
お集まりの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。寒い中、祝日の中、集まっていただいてありがとうございます。盛岡でもデモしたいの吉田と言います。今日もよろしくお願いします。最初にルートの説明をしたいと思います。いつもの通りここを出まして、市役所の方に行きます。そして、JCB を左折して中野橋を渡ります。でその際、最初2列で、中野橋の手前で1列になってください。そしてそしてあの岩銀前、岩銀の中野橋支店のところを左折して、東北電力、そしてまた左折して与の字橋を渡って、市役所のところでまた渡ってここに戻ってくるというルートになります。またいつものように今日も募金をしてくれる方、ぜひお願いしたいと思います。でお願いがあるんですけれども、今日は今日もか、のぼりを持ってくださる方と、警備をしてくれる方がもしいらっしゃればお願いしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ではそろそろ出発です、今出発の際にこれちょうど並んでますので、一回人数を数えてみたいと思います。今ですね、50人ぐらい集まってるようですね。後ろの方聞こえてますか？
ったです。デモはですね、18時半スタートと申請をしているので、それを1分でも30秒でも早くスタートしちゃうとダメなんだそうです。結構細かいんですね。18時半スタートなので、今もう間もなく始まるところです。今現在50人ぐらいで集まっているみたいです。資本になるので、作りいっぱい作りたいそうです。
5000億の原発一気作ってどのくらいの放射能の汚染が出るか考えてるんでしょうか。だから大都心は作らないんです。みんな岩手、青森、福島、人のいない東北に作るんです。私たちはそんなことをされてて東北の県民として恥ずかしい、情けない、悔しい。もう東北福島だけじゃありません。岩手だって宮城だってとっても悲しい思いしています。皆さんで子どもたちを、子どもたちの未来を、この美しい東北の地域を守っていきましょう。で原発反対、再稼働反対、再処理やめよう、子どもを守ろう、今盛岡東警察署の前です。盛岡東警察署と盛岡市役所の前の信号のところです。原発反対、再稼働反対、再処理やめよう、Thank you.
岡市内の徒歩中心部中野橋を渡って、岩手銀行の中野橋、旧中野橋支店の前にかかるところです。最初にやめよう、最初にやめよう、子供を守ろう、子供を守ろう、大人が守ろう、大人が守ろう、命を守ろう、命を守ろう、原発反対、原発反対、
今岩手銀行の旧中野橋支店の前をデモ隊が通過しています。ここまっすぐ進みまして東北電力前まで向かいます。あの正面の鉄塔映ってるでしょうか。あれ東北電力です。今東北電力の前に来ています。ここでざっと人数をまた数えてみたいと思います。それでも私たちの生活は何か変わることなく過ごしていくことができます。私たちは電池がいらないと言っているわけではありません。電池力発電所で発電された電池はいらない。誰かが犠牲になるのであればそのような電池はいらないと言っています。私たちは今すぐ電池力発電所を廃炉してほしいと思っています。今日も全国各地で脱原発反原発の求めるデモ行進や集会を行っています。私たちの電池がいらないというのではなく、電池がいらないというのは発電する発電台から電池を発生させています。子供たちの未来のため、ルーパスターを作ることを知っているようなものは仕方がありません。ここを
曜までの7月から毎週金曜日16回の収納を行っています。私たちのすべての原子力発電所のアイドルになるまでデモを続けていきたいと思います。毎週金曜日この時間デモをしていますので多くの方のご参加を待っています。今東北電力前でですね71名いた模様です。中継をしている私を入れて71名です。東北電力の前を通過しまして、与の字橋を渡って、まもなく盛岡市役所の前の信号に戻るところです。Bye.
党反対。再処理やめよう。子供を守ろう。命を守ろう。命を守ろう。未来を作ろう。原発反対。再稼働反対。再処理やめよう。子供を守ろう。今盛岡市役所と盛岡東警察署のところの信号まで戻ってきました。と赤信号で前後分かれちゃったので今合流待っています。まもなく、ゴールです。Thank you.
作ろう。未来を作ろう。原発反対。原発反対。再稼働反対。再稼働反対。再処理やめよう。再処理やめよう。子供を守ろう。子供を守ろう。命を守ろう。命を守ろう。未来を作ろう。未来を作ろう。原発反対。原発反対。再稼働反対。再稼働反対。はい、まもなくゴールです。出発地点の10緑地公園にもう到着です。また実行委員がゴールのところで人数を確認するはずですので、電力前では71名だったんですけども、どうでしょうか。本日の参加、ゴール地点で実行委員が確認したところ75名ということでした。すごく風が冷たくてですね、みんなちょっと半分震えながらのデモだったんですけども、ちょっとお休みで、寒くもなってきましたけど、70名以上はいつもキープしているので、なかなか、ね、定着してきた感じです。会ってないから。今でそうですね。もう今はもう分かんないよね。いやー、よろしく。
くれ。お疲れ様です。まだ撮ってます。すいません、間もなく終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ実行委員にちょっと一言インタビューをして終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。いつも本当になんかすごい今日寒かったですね。今日本当に寒いしどうなることかと思いましたけど、75人も来ていただいたっていうことですごい良かったなっていうことと、あと今日はすごいなんかイベントがあったのか、すごく人が出ていて、新しい、私が初めて見たような反応される方も結構多かったんですけど、頭を下げてくれたりとか、自分もそういう気持ちですっていうような人もいたりとかするので、よかったな、続けていきたいなと寒い中でも思いました。お疲れ様でした。何で帰りますか。ありがとうございます。今日は祝日のお休みの日のデモだったんですけれども、実は今日初めて初参加ですという方が結構いらして、常連の方でね、逆に今日出られない方っていうのもいたんですけども、大体そうですね、新しく、来られた方、いつもの方っていうのがこう入れ替わり立ち替わりしつつ、大体70名以上、70から100名ぐらいの間で毎回開催できているので、盛岡って結構保守的な街だと思うんですけれども、これはなかなか今までなかったことなんじゃないかと私も思います。みんな口々に言ってますので、ぜひぜひこのまま続けていきたいと思います。では、11月23日、16回目の盛岡金曜デモ中継をこの辺で終了いたします。どうもありがとうございました。来週も年内ずっとありますので、ぜひ参加してらっしゃらない方、いつかぜひ都合のいい時に参加してください。参加できない方もぜひぜひ中継あるいは録画で応援いただければ嬉しいです。ありがとうございます。